目の夢から覚めた。私の脳内環境はループという得体の知れないものに侵されてしまいまして、それからはどうしようもなく二つに裂けた。信頼環境を制御するだけのキャパシティなどが存在しているはずもないので、曖昧な大概のイノセントな感情論を打ち負けた。ことの葉の中、どうにかこうにか現在視点を確認する目玉を欲しがっているぜ。すくめの毎日、そしてあしてこうしてさよならベイベー。現実直視と現実逃避の興味、大なこの心臓、どこかに行くことないかななんて裏返しの自分に問うよ。自問自答、自問かどうか文字と連れ回し、ただ本能的に触れちゃって、でも言いたいことってないんで、痛いんで触って、あえて天にも登れる気になって、どうにもこうにも日もさっちもあっちもこっちも今すぐあちらへ飛び込んで行き、もうラブラブになっちゃって、を角膜突っ張っちゃって、強烈な血にぶっ飛んで、等身大の裏を持って、脅迫的に縛っちゃって、網膜の上に貼っちゃって、もうラブラブでいっちゃって、弱い、はいはい、ないない嫌なことずくめの夢から覚めた。私の脳内環境がラブという得体の知れないものに侵されてしまいまして、それからはどうしようもなく二つに裂けた。信頼環境を制御するためのリミッターなどをかけるというわけにもいかないので、大概は曖昧なイノセントな大災害を振りまいた。エゴをはらませ、どうにかこうにか現在視点を確認して、言葉を手につかんだようだ。どうしてすくめの毎日、そしてあしてこうしてさよならベイベー。現実直視と現実逃避の興味、大なこの心臓、どこかに行くことないかななんて裏返しの自分に問うよ。自問自答、自問かどうか文字と連れ回し、ただ本能的に触れちゃって、でも言いたいことってないんで、痛いんで触って、あえて天にも登れる気になって、どうにもこうにも日もさっちもあっちもこっちも今すぐあちらへ飛び込め。目的に生きらちゃって、教育予定作っちゃって、どうしてもって言わせちゃって、等身大の裏を待って、挑発的に誘っちゃって。